¡Hola! どうした？君の意志の力とはその程度のものか！ ホムラを渡さない。聖杯とか力とか、ホムラを物扱いしてるお前なんかに。 ホムラには行きたいとこがあるんだ。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか！ ことしかできないとはな。天の聖杯というドライバーがこれでは。メレフ様、お気を抜かれず。あの者の力、得体の知れぬものがあります。だろうな。ホムラとかいうブレイドの炎、お前の炎の方がはるかに強い。だが あれはただの炎ではない。大丈夫か、みんな。なんとかね。あの二人、すっごく強いもん。だよな。このままじゃ俺たち、なんとかしないと。なんとか。あいつの属性は火、火は水に弱い。 あった、みんな、あと少し走れるか。よし、来い。逃げるか。ホムラ、最大火力いける。はい、あと2回くらいなら十分。 なさすぎるぞ少年。そう来ると思った。花、頼む。了解です。 水タンクだと。狙いはそれだったか。引け。 心外だな。何がです？このメレフ、まさか戦いで手を抜かれるとは。あの少年がですか？そうだろう。当てることもできたはずだ。
なのにわざと外した。起点も効くようですね。その気持ちをお前に閉じ込められてたまるか。天の聖杯、あの少年と共にあるのなら解き放ってみるのもまた一興か。メレフ様、いずれまた会うことになるだろう。その時には今一度。追ってこないようですね。うまく負けたようじゃの。とりあえず一休みしよう。もう限界。ウトラもハヒハヒも。じゃあね。な、お世話になりました。皆さんの旅のご無事を願っています。では。楽園に行きたいんだ。え、約束したんだ、ホムラを楽園に連れてくって。俺、命を分けてもらったホムラの願いを叶えてやりたい。レックス。だけどホムラを狙おうとしている奴らは多い。それってアルスの数が減って住む場所がなくなって、それで争いが起こって、争いに勝つためには強い力が必要で、だからホムラを。楽園の存在が証明されれば、そんな争いもなくなるかもしれない。でもさっきメレフってやつと戦って分かった、俺の力だけじゃホムラを守れない。ニアはドライバーだろ、力を貸してくれると嬉しいんだ。ダメかな。楽園って、あんた本気でそんなヨタ話信じてんの？ホムラから故郷は楽園だって聞いた。ホムラは今ここにいるなら楽園だってだろ。なんだよその毛布みたいな三段論法は。ったく、短絡的っていうか、お人よしっていうか。ホムラが嘘をついていたら、楽園に行くと見せかけてある日頭からボリボリ食われちまったらどうすんのさ。ホムラはそんなことしない。頭からとか無理です、お腹壊しちゃう。いや、マジに受け取るか、そこ。水玉色のコアクリスタルは天の聖杯の証か。いいよ、面白そうじゃないか。ニア、お嬢様。私も見てみたくなったよ、楽園。本当にあるんだろうね。もちろん。緑あふれる天空の大地か。伝説が本当なら私らだって。巻きすぎました？いや平気、全然平気。こんなに回しても痛くも痒くも。痛いんですね。ありがとう、だいぶ痛みも引いてきたよ。ニアが調合してくれた薬のおかげですね。ホムラも怪我？大丈夫？大丈夫、かすり傷ですから。やるよ、俺が。
ありがとう、レックス。いいさ、このくらい。さ、できた。どう？うん、いい感じ。ね、レックス。同じですね。え？ああ、うん。同じだ、ホムラと。綺麗。ああ、綺麗だ。やっぱ。ホムラが起こしてくれた焚き火だからかな。ん？あ、いや、その変な意味じゃなくて、焚き火を起こすの上手だったなっていうか、得意技ですから。